おはようございます、今日はお仕事の日の一日を撮影しようと思います、アンアンの取材とその後にヨガジャーナルの表紙の撮影があるので、こんな感じでお仕事もしてるよっていうところをもしよかったら、見てください。さあ最初はアンアンの撮影からでした。ね、こう綺麗な体の人にもらう賞みたいなアワードをいただいて本当にありがたい話なんですが、こうやってね朝のこうちょっとむくんだ寝起きのお肌、そしてちょっとぼーっとしてる頭をですね叩き起こしてくれるヘアメイクさんがいつもこうやって手厚くやってくれるので、ありがたくもこう綺麗な姿で撮影を望めるなと。この今頭皮マッサージもねやってくれるとキュッと顔が引き締まるんですけど、このマシンに関しての情報ちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、どうもお高い何十万かするマシンで引き上げてくれているようです。私はあの自宅では電気バリブラシ、それもね高いんですよ、20万ぐらいするんですけど、もう一生懸命使ったりとかしています。やっぱ本当ヒュッと引き上がって目が少し大きくなった感じしますよね、そのやる前より。メイクは素肌っぽい割とナチュラルなメイクで、髪型もそんなに巻かずに自分の自然な様子という感じで撮影始まりました。ニットのカーディガンとですね羽織って素肌を生かした、でちょっと風なんかもね入ってすごくナチュラルでありながらしっとりと、ヘアメイクさんの風のテクニックっていうのもすごくね大事になります。すごくこうセクシーでありながらヘルシーさも残しつつな、とても素敵な撮影でした。いろいろこう角度とかこだわりながら皆さんがちょっとずつちょっとずつチェックしてね、前髪一本の動きでもニュアンスが変わってくるから、この辺は本当プロの仕事という感じで、私はもうまな板の恋じゃないけど皆さんに用意してもらっています。本日2本目の仕事はヨガジャーナルです。ヨガジャーナルの表紙撮影します。今日もウェアの撮影がこういう感じで、ここすっごい明るくて綺麗に撮れる、メイク室が広い、頑張ります。控え室がすごく綺麗で有名なスタジオで、あのなんかなんだっけ、蜷川実花さんの映画とかにもね登場したりとかしてね有名なスタジオですよ。ここであのマオビクスの撮影をヨガジャーナルさんでさせてもらったんですけど、表紙はヨガポーズ撮らせていただきました。まあマオビクスでも似たようなポーズあるんですけど、ヨガの場合さらにもう一つ背中をこうくっと伸ばしてね、笑ってますけどそんな笑える状態の顔体じゃなかったですけど笑ってました。さあここからちょっとこうファッションっぽい撮影もしたりして、白いこのねあのこの白いシャツふわっとしてパフスリーブですごい可愛かった。ねえ、やっぱりプロはこの光の使い方とかがね絶妙ですよね。さあそしてついにマオビクスの撮影です。マット引いてるのはリサイズスタイルの新しい商品です。さあそしてこのポーズは何でしょうか。ダイナソーです。ダイナソーポジションからのダイナソーの前ももをしっかりストレッチしていくエクササイズなども収録しました。リセットプログラムもちょっと入れていて、今ハムストリングスをねほぐしたりしてるところですね。あとお尻かな。マオビクスも6ページにわたって特集してくれてたっぷり載ってるので、ぜひヨガジャーナル皆さん見てくださいね。いろいろ熱く語ってます。体の多分今背骨のこととか
重力でギュッと縮んじゃってみたいな話してるんでしょうかね。盛り立って真剣に誰かがきっと帰ったようですね。バイバイなんてしながら、一日お疲れ様でした。で、自宅に帰ってきました。仕事の日の一日いかがだったでしょうか。大体撮影がこう続くとこういう感じで、動いていまして、そうですね、そこにこうテレビの収録が入ったりレッスンが入ったりとか、そういう感じの一日になります。ここから今から夕食作ったりとか、子供迎えに行ったりとか、そういう業務が待っています。よかったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。それではまた。